っとく長崎です。今回は長崎伝習所でまちづくりの思いを形にというテーマで長崎伝習所の塾についてご紹介します。スタジオには伝習所の素敵なハッピーを着てご登場です。市民共同推進室池田睦美さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。長崎伝習所は昭和61年設立なんですよね、はい、もう35年経過しているんですけれども、まあ、この番組でもよくご登場いただいてね、はい、何度かご紹介してますけれども、改めて長崎伝習所どのようなものなのか教えていただけますか。はい、長崎にはこの街をもっと良くしたい、長崎のために何かをしたいという熱い思いや、こんなことをしたらいいというユニークな発想を持っている皆さんがたくさんいらっしゃいます。長崎伝習所ではそのような熱意とアイデアを持っている人たちや同じ思いを持つ人たちが集まり、長崎のまちづくりに関するさまざまなテーマについて調査研究活動を行っています。うん、長崎を、ね、愛する人たちが集まってで活動しているということなんですよね。はい、この伝習所の取り組みの一つが塾というものなんですね。はい、はい、そうですね。ただ塾といっても誰かに何かを教えてもらうというところではありません。はい、伝習所の皆さんがテーマごとに塾を設置し、塾生を募集して調査研究やイベントなどさまざまな活動を展開しながら魅力的なまちづくりを進めていこうというものです。はい、で今年度令和3年度は5つの塾が設置され、塾生の皆さんが活動を行いました。もう面白そうな塾がありまして、はい、皆さんいろんな取り組みをされてきたんですけれども、今日はですね、一つずつその活動の様子をご紹介していこうと思います。まずは知る、見る、食べる、なめしふるさと歴史塾です。この塾では300年以上前から現在まで続く伝統的な行事や祭事が多くあるなめし地区の歴史や文化を学び、次世代に継承するとともにふるさと愛を育むことを目的に活動を行いました。なめし大神宮の散策や宮司さんによる講演会、なめしくんちの奉納踊りである蛇踊りの展示品の見学や、なめし郷土史で紹介されている郷土料理クジラの肉を使った芋煮とサバ飯を作り、地域の方へ振る舞いました。勉強になりますね。そして3月中旬には活動をまとめた写真展やショートムービーの上映をなめし地域センターで予定しているそうです。続いて長崎ベビーキッズラバーズ塾です。乳幼児と保護者のための長崎の遊び場、学び場について調査し、その結果を広め、長崎をより子育てしやすい街にすることを目的に活動を行いました。塾生がおすすめする長崎の親子の遊び場や子連れで利用できる飲食店、また子育てお役立ち情報や幼稚園等の一時預かり情報などをまとめ、インスタグラムやいい顔で発信を行っています。これらの活動をまとめた冊子、エンジョイ長崎子育ても作成しました。こちらですね、はい、さっきちょっと中見たんですけど、ものすごいいい情報たくさん詰まってました。これ紀夫さんいいと思います。そうですね、今ね、まさに子育て中ですので、うん、そうそう、はい、参考にぜひしてください。勉強させていただきます。3月20日日曜日には親子で楽しめるイベントを市民会館で開催予定です、はい、続いて長崎を舞台にショートショート塾です、うん、ショートショートとは短編小説よりも短い小説のことで、この塾では長崎ゆかりのワードを含む複数の単語から発想を膨らませて小説を作ることによって、長崎にゆかりのある小説を作り、地域の魅力を発信する活動を行いました。アイディア出しのために市内を散策したりしながら執筆を進め、多くの方が初心者だったとは思えないユーモアあふれる作品が出来上がっております。はい、今キヨさんが持ってくれているのが作品集道に落ちていたカステラです。はい、この中には17人の方の44作品が収められていまして、こちらの電子書籍にもなっているんですよね。はい、ぜひこちらもご覧いただきたいと思います。続いて野母崎自然塾です。野母崎はウミガメが産卵をしたりイルカがいたりと自然がとても豊かな土地です。野母崎の良さを守り後世に伝えていくことを目的に、海岸清掃や塾生が各自フィールドワークを行い、専門機関とも連携しながら活動を行っています。魚の種類も豊富で、
今年度作成予定の野母崎お魚図鑑では、野母、高浜、脇岬、蒲島の4地区で聞き取りをした魚の地方名調査の結果も掲載します、うん。ね、塾長の山本春菜さんは、はい、うん、南電カフェの昔話のコーナーでもね、はい、おなじみですよね。そうなんですよ、いつも素敵な絵を描いてくださるからね。はい、この図鑑の完成が楽しみですね、うん、そうですね、もう間もなくということなんですね。はい、間もなくです。さあ最後にご紹介するのは長崎未来塾です。長崎伝習所初の高校生が中心となる塾で、これから社会を作り上げていく若者が社会へ参画するきっかけを作るために企画された塾です。若い世代と大人が一緒になってフィールドワークや長崎の街をリサーチし、長崎の未来の理想の街を構想することを目的として活動を行っています。はい、うん、この長崎未来塾の皆さんが先日開催した学校をテーマに学生と大人が一緒に語らうフォーラムは4月5日火曜日の南電カフェもってこい市民力のコーナーで詳しく紹介しますので、ぜひご覧ください。はい、まあ、今年度もコロナ禍ではありましたけれども、さまざまなテーマの塾が設置されまして、塾生の皆さんが長崎の街づくりのためにできることを考え活動に取り組んでいらしたんですね。例年ですと年度末には長崎伝習所祭り、はい、ね、池田さんのような、ね、ハッピーを着ていらっしゃる方がたくさんいるお祭りが毎年開催されているんですが、今年は新型コロナの感染拡大防止のため残念ながら中止となってしまったんですよね。で、今年度の塾生の皆さんの活動については5月頃に、はい、令和3年度研究成果報告書が発行されますので、ぜひ皆さんにはそちらをご覧いただきたいと思います。はい、そして4月からは令和4年度の新しい塾がスタートするということですね。こちらも一つずつ紹介していきましょう。はい、まずは長崎スコットランド交流塾です。こちらの塾は長崎とスコットランドの交流の歴史を市民の皆さんに理解してもらい、市民レベルでの交流のネットワークを広げる活動を行います。塾生及び外部講師からスコットランドとのさまざまな交流について話を伺う長崎スコットランド講座を開催したり、グラバー亭やジャイアントカンチレバークレーンといったスコットランドゆかりの地を巡り学ぶフィールドワークの実施などを予定しております。はい、長崎市とスコットランドはやっぱりグラバーさんのご縁でね、はい、まあ、昔から深い歴史のつながりもありますからね、2つのこの街のことを学ぶってすごく楽しそうですね。はい、さあ続いては地域芸術をめでる塾です。はい、こちらの塾は芸術をより身近に感じてもらい、長崎の街全体が表現の場として認識され、芸術・表現の幅が広がっていくことを目的としております。長崎における地域芸術の発展や可能性について調査研究を行い、ドラゴンプロムナードや居留地の洋館など長崎のさまざまな施設の活用についても考えます。また講師を招いての勉強会や先進誌の視察なども予定しております。なんかこう長崎の地域芸術を、ね、改めて考える、ね、きっかけになりそうですね。はい、続いてはですね、はい、何でしょう、これバーの楽しみ方塾バー、はい、はい、バーですね。こちらの塾はバーの楽しみ方を知ってもらい、観光地にとって重要な観光資源でもある繁華街の活性化を目指します。うん、バーを利用したことがない人に向けて講師を呼んで注文方法の作法などを学んだり、長崎で作られているジンの視察や長崎の夜景をイメージして作られた長崎というカクテルや県産酒を取り扱うバーなどを調査し、市民や観光客向けのパンフレットを作成したり SNS での発信を予定しております。うん、私もお酒に興味はあるの で、 そうです、ね、すごくバー知りたいなと思うんですけど、何ですか、作法とかあるんですか、バーでの注文に。でしょう、ミックスナッツ食べるのは右手とかあるのかシャンディガフは3杯目からとか何かあるのかな、あるのかしらちょっとその辺のところ奥深いところなんか聞きたいなと思いますね。はい、気になります。はい、さあ続いてはですね、旅舞台乗り物塾です。はい、こちらの塾は長崎ならではの狭い道を通る路線バスや他県にはないレトロなバスによる町おこしを行います。長崎のバスの魅力発信やバスから見る長崎を発信し、バスフォトコンテストの実施やバス写真集の発行、全国のバスマニアを対象とした狭い路線の探索撮影バスツアーや
若者を対象とした市内観光ツアーなどを予定しております。確かにこう長崎の、ね、バスの運転手さんの運転テクニックっていうのはこれ全国的にも有名ですよね。そうですよね、はい、あとこれ塾長さんが大学生なんですかね、県外出身の方ってことで、はい、はい、レトロバスとかもね結構興味深いですね。はい、そしてこの4つの塾に加えて令和3年度の長崎を舞台にショート塾と長崎ベイビーキッズラバーズ塾の2つの塾が継続となり、来年度は全部で6つの塾が解消されることになっております、はい、どの塾もとってもね楽しそうですね。バラエティ豊かですね、はい、そしてこの6つの塾で一緒に活動を行う塾生を現在大募集しています。参加をご希望の方は長崎伝習所のホームページからお申し込みください。申し込み期限は4月22日金曜日です。たくさんのご応募お待ちしていますよ、はい、では最後に池田さんからテレビをご覧の皆さんへメッセージです。はい、来年度も様々なジャンルの塾が活動を予定しております。皆様のご参加が長崎の街を盛り上げる第一歩になりますので、ぜひお申し込みお待ちしております。よろしくお願いします。はい、今日の知っとく長崎は長崎伝習所の塾について市民共同推進室の池田睦美さんにお話を伺いました。池田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。